安徳天皇は第81代天皇、忌み名は時人、歴代の天皇の中で最も短命だった天皇、戦乱で落命したことが記録されている唯一の天皇である、高倉天皇の第一王子、母は平野清盛の娘の徳子、安徳天皇の即位が記されている、自称二年十一月十二日に生まれ、 生後間もない12月15日に立大使。自称4年2月21日に数え年3歳で戦争し、4月22日に即位する。妖廷の政治の補佐は、外祖父たる、平野清盛が取り仕切った。即位前には、天皇の祖父小白川法王も清盛により遊兵されるに至った。摂政には、藤原元道が任じられた。 即位の年に清盛の主導で戦都が計画され、福原行行が行われるが、半年ほどで京都に観光した。大城祭のための大城宮は、四神殿の前提に建てられた。樹永二年、源、義仲の入京に伴い、平、宗森、家平家一門に連れられ三種の神器と共に都を打ちする。この後樹永二年8月20日に三種の神器がないまま、 言葉天皇が戦争し、元略元年7月28日に即位。政治上初めて同時に二人の天皇が擁立されることになった。一方、安徳天皇は平家一門に連れられ、太宰府を経て八島に行き、1183年に現在の高松市群れ町六万寺にある見晴らしの良い高台に暗宮を置いた。安徳天皇途上官たちはここで二年弱滞在した。 この暗宮跡地付近には、ささやかな神社、安徳天皇社が置かれた。この場所には、神社と眉みの裏地近い集会所がある。金城天皇が皇太子時代に、この場所を、訪問慰霊されたことがある。しかし、源頼朝が派遣した鎌倉源氏軍によって、兵士は、一の谷の戦いと屋島の戦いに敗北。特に、屋島合戦の敗北により、 天皇と平家一門は会場へ逃れる。そして、樹永4年4月、最後の決戦である壇の裏の戦いで、兵士と源氏が激突。兵士軍は敗北し、一門は滅亡に至る。以下、まず、平家物語による安徳天皇受水の様子を記述する。最後を覚悟して、真珠と封建を身につけた母方祖母、二二に抱き上げられた安徳天皇は、二世。 私をどこへ連れて行こうとするのかと問いかける。にいには涙を抑えて、君は前世の修行によって天使としてお生まれになられましたが、悪縁に惹かれ、ご運はもはや尽きてしまわれました。この世は辛くいとしいところですから、極楽浄土という結構なところにお連れ申すのです、と言い聞かせる。天皇は小さな手を合わせ、にいには波の下にもとがございますと慰め、 安徳天皇を抱いたまま壇の裏の急流に身を投じた。安徳天皇は歴代最年少の数え年8歳で崩御した。なお、あずま鏡では安徳天皇を抱いて受水したのは安絶局伊勢とされている。母の県令門院も受水するが、源氏法将兵に熊手に紙をかけられ、引き上げられている。この際、三種の神儀の内神事と神教は源氏軍が確保した。 宝剣はこの時失われたとする説がある。オリジナルか片代かは別にして、朝廷側が宝剣の回収に失敗したのは確定している。その後、言葉、土見門天皇、純徳天皇時に伊勢神宮から献上されたものを正式に宝剣とした。柳の御所、御所神社、文字、太宰府から八島へ渡る前に一時、東流樹英二年に、言葉天皇が即位したため、 同年から宝御の受影4年までの2年間、在位期間が重複している。安徳帝と漢風志望が送られた。当時他の天皇は陰謀だったが、安徳のみは、安徳天皇とされた。平安以後、漢風志望そして、徳の字の使用は、ほぼ鎮魂異例の場合に限られた。8歳で宝御したため、皇妃も未婚なもいない。未婚の男性天皇は、青年天皇。 六条天皇に次いで三人目で、これ以降は、例がない。安徳宮中川市大和座安徳三十六、新幹線博多南駅大君神社石こら、音楽郡は芦屋町山が十三折岡、水巻駅六万寺、高松市前景屋島に先行する前の安在所、兵士側では開元以降も、受影を使用している。安徳天皇は、壇の裏で受水せず、兵士の残党に、 警護されて地方に落ち延びたとする伝説がある。九州四国地方を中心に、全国各地に伝承地がある。のせにある、安徳天皇御陵墓場岡田五輪東軍、鳥取県八頭郡八頭町姫路十二安徳の、里姫路公園栗シド、八幡神社、安徳亭五仮相場、徳島県三吉東、ク栗シド百三十。 もより、JR 大ぼけ駅赤間神宮下関市伊崎町には、壇の裏の戦いの翌日、漁師たちが網にかかった安徳天皇の遺体を引き上げて、一時的に安置したという御旅所がある。漁は、宮内庁により、山口県下関市阿弥陀寺町にある阿弥陀寺漁に事情されている。宮内庁上の形式は遠急。天皇を祀る赤間神宮境内に所在する。 壇の裏の戦いの一年後、安徳天皇の恩霊を沈めるため源、頼朝の命により阿弥陀寺三影堂が建てられた。三影堂が安徳天皇者であり、京都方面を向いた東向きで造立された。玉葉によると、言葉天皇の時代に、長徳国に安徳天皇の恩霊鎮印のため、一堂が建立されている。阿弥陀寺は天皇恩霊鎮印のため、 まず木彫りの等身大尊像が刻まれ、本殿の中心に図紙に収めて安置され、現在の本宮御神体となる。その尊像の周囲に天皇を守護する平家一門十名の肖像が描かれ、その下段に位置する拝殿に、安徳天皇の八年の生涯を八枚の正字絵に、表した安徳天皇演絵図が飾られた。明治時代の廃仏希釈運動により、 阿弥陀寺は廃されて、現在の安徳天皇を祀る赤間神宮となった。新たな社殿造営のため、御影堂解体が行われた際に、本殿床下に五輪塔の存在が確認されたことにより、数十箇所の寮母の伝承地の中から、阿弥陀寺に隣接する者が寮母とされた。赤間神宮は、安徳天皇や兄,兄が、竜宮城にいたという県霊門院の見た夢にちなみ、 竜宮城を再現した竜宮作りとなっている。後に安徳天皇は久留米水天宮の祭人とされて水の神、安山の神として各地の水天宮に祀られるようになった。また皇居では高麗殿において他の歴代天皇、皇族とともに天皇の霊が祀られている。赤間神宮古門御旅所。 安徳天皇西資料墓山高知下関駅から車で1時間半。ありがとうございます。